JLPT-N4 ボカブラリートレーニング3日目、日本語で意味を答えてください。アジア、オートバイ、贈り物、形、工場、ステーキ、砂、席、引っ越す、卒業、踏む、寺、天気予報、動物園、逃げる、湖、森、負ける、月、夢、